ブローサース不動産のお見まわしこと、澤茂美です。さて、今日も一緒に勉強していきましょう。今日は何について勉強していくのかというとですね、はい、物件の探し方についてですね、ね前回、えー、上流、中流、下流の情報があってね,ね、上流の情報はなかなか手に入らないですけど、ね、下流から探せないこともないですけど、中流の情報から探すといいですよっていう,ような話をしました。 とは言ってもね、何を探せばいいんですかささん。何を探すんですか、えー、いっぱいありすぎてわかんないんですよ。どれがいいのか全然わかんないんですよ。っていうね、方がいらっしゃるなーっということで、もうね、その今日はね、今日その辺をあの解説していきたいと思うんですけれども、皆さん、一体何が欲しいんですかねぇ、それあなたが欲しいものですから、私も分かりません。欲しいものをね、言語化して、明確化していきましょう。はい、あなたは素晴らしい建物が欲しいんですか ね、誰もが揺れぐ、うわあ浅尾さん、あんな物件持ってるんですかすごい、うわリゾートですね。って、それが欲しいんですか、えー、あのその都心の真ん中に、高輪ゲートウェイの駅の目の前に、うわその物件欲しいですって、それが欲しいんですかねそういう羨まれるような物件が欲しいんだったら、一生懸命お金をかてか貯めて、あなたが一生懸命買ってください。じゃないですよね。あなたが欲しいのは一体何ですかそうです。あなたの代わりに、 稼ぎ続けてくれるものすごいまあ秘書というかですね、あ秘書がいてこうずっと働いてくれてるようなもんですよ。ね、あの何も言わずに、そ,それが物件なわけですね。物件があることによって、ほとんど手間がかからずに、ずっとえ寝ても覚めても、私が寝ていでも、ですね私が病気をしてる間でも、私が遊んでる間でも、ずーっと。 とその物件が価値を生み出し続けている、そこにいる入居者の方に幸せをお届けしている、その入居者様とそのご家族の方々の幸せがお金に代わって、えー、その入賃料という形で,です、ね、こう入ってくるわけですね。そういった物件、つまり自分の代わりに稼いでくれる、しかも普通に稼いでくれるんじゃない。圧倒的に 高効率で稼い,稼いでくれる、そのような物件が欲しいんじゃないですか。もちろんね、高効率じゃない物件っていうのは、もうそこら中に全部ありますよもうね、今、売りに出している、公開されている物件、すべてお金を稼いでくれる物件です。稼いでくれるのに、その率があまりにも低かったら、つまり別の言い方をしますよ、ね、50年かけて元を取るような物件だったら、あなた欲しいですか ねあのね、50年後にもうようやく元が取れるんだったらちょっと欲しくないかなっていうかだったら、ね、株とかとそんなに変わらなくなってしまいますのでじゃなくてもう一撃でこれを買っただけで例えば、ね、利回りに20%だったら5年で元が取れるわけです。 利ーセ20%っていうのはその物件の元を取るのに1年で20%ですから2年で40%、3年で60%、5年で100%になるわけで100%元が取れたということはあの自分がこうね入れたお金がもう手元に返ってきたということですよね。まあ、それ使っちゃったかどうか分からないですけれども、つまり利ーセ20%だったら5年で、利ーセ25%だったら4年で元が取れるということなんですね。もちろんそ、それだけじゃないあの経費とかかかってきますので、おいやいけ 経費,かねえー、経費かけたらあの元取れてねえじゃねえかよみたいなのあるんですけれども、まあ、そこは自分であのちゃんと計算してねあの、いろいろそういうのが取れるようにやってください。まあ、少なくともです、ね、そのくらいの利回りが上がってるってことは、まあ、キャッシュフローも上がってきますねキャッシュフローと利回りは違いますよ、キャッシュフローっていうのは実際に毎月、えー、手元に残っていくそのお金ですよね。 えー、それが残って積み上がっててあの修繕積み立て金とか自分で、えー、蓄えててもいいですけどそういうものになっていくそのキャッシュのフロー、まあ、つまりあ余ってその残っていくのがフローですよねそういったキャッシュフローが出るっていうのと、えー、その実際にその利回りがいくらなのかってこれは別の計算ですからね、えー、でもあなたが欲しいのはそういう物件ですよね。 えー、少なくとも50年後、30年後にようやく元が取れるんだったらこの、この年は一体何をやっていたんだと、あなので、えーまあ、私はですね、まあ、20%以下だったらあの、この不動産投資っていうのはね、えー、大変なので、やらなくていいんじゃないのかな、まあ、逆にですね20%くらい取れるんであれば、あ,の、まあ、ある程度ねあの、入居者さんが例えばその怪我をしたり、まあ、いろんなこう入院したり、こういろんなリスクがあります、そういうリスクを、えー、こう吸収してもなお、まあ、やっぱり十分お釣りが来ると。 いうようなことでやっていけるんじゃないかなというふうに思ってます。ということでですね、私の物件は大体まあ25%くらいになっておりますけれども、まあそういった物件を探していくには。 え特に弱者、今現在ね、1億円くらい、ボーンってあるんだったら、それを、ね、全額ね、あのどっかあの投資信託でも、まあ、投資信託ね手、手数料高いんで、ね、やめた方がいいと思いますけど、まあ、そういうところに入れていただいて、えー、それで4%ルールですね、まあその、だから1億円の4%だったら、400万円は、えー、毎月あ、毎年増えていくということが見込まれるわけですね、平均的に、特に米国株とかですね、あの世界的に分散投資したり、インデックス投資すれば、まあ、大体そうなるでしょう。ね うんもっと4%と言わず10%くらいいくかもしれません。そういうところに預けた方が1億円でいいね10%つっ,ったら1000万円ですから何もしないでもその1000万円がこう通帳の上でお金が増えていくわけですね。まあ、為替リスクとかそういうのは自分で考えてくださいよ。でまあ、そっちの方がいいかもしれません。でもその1億円、すでにあるのであればそうすればいいですけど、これが逆にね、100万円しかないのにそこに突っ込んでて4%って。 って言っても100万円で4%だって4万円ですね。4万円増えて嬉しいですかって、まあそれは嬉しいかもしれないですけどね、それがあのもうお小遣いですよね。お小遣いが増えたってどうしようもないじゃないですか。こういっ 会社が1、ね、個買ってもいきなり会社が辞められるっていうくらいの安心感その安心感を持ってしかもそれが銀行様がお墨付きをくれた銀行様が貸してくれるってことは、ね、あ銀行貸してもこれ安全だなって思ったってことなんですよ銀行という超巨大エリート資本が安心して、えー、これ大丈夫だなっていうことでお金を貸してくれるっていうその土台に自分から見つけ出して乗っかっていって でその安定感の上で自分の仕事をしたらどうですか自分の仕事も安定しますよ、精神的余裕が違いますよ、でその上で社会に価値をどんどん提供していってね、ね自分の本業でも価値を提供しているし、その不動産のオーナーとしても価値を提供していけば、次第にですねもうある時突然ファイナンシャルフリーになって、えー、本当に自分のやりたいことができるようになります。はいい皆さん、はい、そこここに行きましょうというととでですねこのエリア 今日はですね、この4つエリア、物件、えー、間取り、部屋数ということについて見ていきたいと思うんですけどあの、いろんな見方があります。いろんな見方がありますが、ここではどういう見方でやるのかそうです弱者であるわね我々が弱者というのはその1億円とか5億円とかをまだ持っていない現金でね、えー、積み上がっていない、まだ数千万円しかないような我々が一気にそういういファイナンシャルフリーに入るで。ファイナンシャルフリーに入るってことは、まあ、給料の代わりのも と同等のものがこう入ってくるような、まあ、大体ね、1000万円から2000万円くらいあの、まあ、自動的に入ってくるような世界になる,なると、まあ、ファイナンシャルフリーって言っても、ね、あのよっぽど無駄遣いしてなければいいんじゃないのかなって思いますけどもね、えー、じゃあそういうふうな状態になる、まあ、例えば分かりやすいように、1000万円、年間1000万円入ってくるような生活をするためには、例えば利回り10%の物件、1億円の物件を利回り10%で買うと、年間1000万円入ってきますよね。えー 5, 5000 20% 1000万万円円の物件あの利回り20で購入入すすると 1, 万円入ってきますねこのくらいがまあ目安になってくるんですけど何も今持っていない人ねあのすでに物件とかつてとかそういうの持ってない人がいきなりその状態になるっていう観点から見ていくとまずエリアですねえー、ね皆さんあの本はいろいろ他にもありますけどそのいろんな本を読むと大体こういうこと書いてありますねえー、東京神奈川以外に物件を買ってはいけないみたいな うん、出ましたよ、はいそ、その物件ね、なんで買ってはいけないって言ってるんですかね、それは自分が買ったときよりも値段が、ね、自分が手放すときに下がる可能性が高いからなんですね。でも、地方の物件でも自分が売るときよりも安い値段で買っていたとしたら、まあ、別にあの東京、神奈川じゃなくてもいいってことになるわけですね、その理由から言えば。で、東京、神奈川っていうのは、これ、みんな欲しいですよね。 だから値段が下がらない。別の言い方をすれば値段が高いわけです。みんなが欲しいものは高いですよね。みんなが欲しくないものほど安いわけです。割安なんですね。で、それがその物件が本来稼ぐ力よりも安く買えるのであれば、はっきりどこ,こでもいいわけです。 でそのことに気づいているか気づいていないか、これがマネーリテラシーですね。ということで,で、すね、大都市から 1, 1時間から2時間くらいのところが、実は一番狙い目です。これ、私はそのように考えていますね。で、そういうところっていうのは、あの高い物件もありますよ。 ね、でもねあのこれ、こんなに安く売っていいんですかっていうような安い物件もあったりするわけですね。なんでかっていうと、売り主がね、あの売り急いでいたり、あのこの物件、ぼろくてね、もう絶対誰も買ってくんねえだろう、でも、この物件手放さない,さないと困るんだよ、相続で払えないんだよってかいう方もたまにいらっしゃるわけです。で、これがですね、たまにっていうのが案外、相当な確率で、でこれ、物件売ったことがある人だったらわかるんですけどね。 あのそんな値段で売らないだろうっていう値段で売っちゃったりするんですね。あの早く売りたいから。これはねあの、買う人の心理と売る人の心理が全く違うんですよ。売る人っていうのも何,十何十トンもね、そのようなあのマンションを持ってたりしますからね。でそういう人はもう1個2個その、数千万損しても、あの別にもうすでに元は取り終わってるんでねあの、安く売っちゃったりするんです。まあ、そういう物件が驚くような、かなりの高確率で、あの我々のような素人でも、その、 あの遭遇すすることが可能なんですねそのためにはもちろんその匂いを嗅ぎ出す能力が自分の中に備わってなければいけませんよ。でその上で、えー、そういう物件にこう何回もやっぱりチャレンジする。い、ね、いっぱい こう手を出してるから、よろしくお願いします、よろしくお願いします、よろしくお願いしますってやってるから、ああって握手ができるんだってね、一回もねああああ、知りませんよ。もう私もそのの、そんなの、あなたみたいな物件にね、一回も手出してませんよなんて言ってる人には、一回もこのチャンスは来ないわけです。で、これは自分があの申し込み書を書くまでね、えー、何の義務も発生しませんので、どん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 こう見せてください、見せてください、あの興味があるんですって。こう あのいろんな物件に、ね、あの握手しようとしてみてください。はい、ということで、えー、大都市から、ね、これが、ね、3時間から超えてくると、ね、まあまあちょっと、えー、かなり、ね、厳しいところもあるかもしれませんけれども、まあ、大体、ねもうね、一大都市から、まあ、大都市っていうのはその、まあ、札幌だとか、えー、仙台だとか、まあ、東京、えー、名古屋大阪とか、ね、福岡とか、まあ、そういうようなところですよ。 そういうところから、ね、あの3時間を超えてくると、ねまあ、秋きて1時間超えたらもうどこも車文化なので、あの駅からの近さ、遠さっていうのはあんまり関係ありません。えー、それよりも、ね、駐車場があるとか、そういうことの方が、ね、重要になってくるんですけれども、えー、自分で調べてみてください。どんな町もだいたい2万人から5万人は、ね、住んでますんで、えー、なんで住んでるんですか、そんな辺鄙なところにって思うじゃないですか。 東京まで2時間、電車で2時間のところの駅の、えー、さらに車で30分のところに住んでらっしゃるんですかってなんか思う,思うじゃないですか。違うんですよ。そこに住まなきゃいけないっていう理由を持ってる方がね、2万人から3万人くらい集まってるんですね。そういうところにいい物件がないんですよ。だからそこをあなたがその物件を買っていい物件にしてあげてください。えー、例えばね、えー、その高いボックスあり、防犯カメラあり、あのー、えー <coughs> Wi-Fi 無料か、ね、そういう物件がないんですよ、でもね、そういうところに住みたい人たちが何万人もいるんです、そういう人たちに、そういういい物件を提供してあげたらどうですか、あなたの物件、すぐ満室になりますよ、ね、そういうところの方が競争相手がいい弱い、ね、東京はもう w i f i 無料当たり前、ね、神奈川も東京 w i f i 無料当たり前、もう全部つけてようやくお客さんの,あのこう選ばれる土台に乗ってきますんでね。 そういったエリア選び、ね。このエリアだったらもう、このくらいのスペックだったらもうすぐ満室になる。そういうのを自分でこう調べてですね、これ簡単にあの調べる動画を以前に上げましたけどもね、そういうふうに調べて、えー、あのホームズとかね、そういうので出していけば、Wi-Fi 無料が全然ないねとかって分かりますので,で、大都市からまあ 1, 1時間くらいのところが一番割安になっております。でそれを早く売りたい。 人を見つけるってことですね。そして区分マンションはやめてください。区分マンションはまあ、銀行から見てですね不採、えー、です。あのー、区分マンションというのは、そのマンションの一室をこう買うような形の中古物件だったりしますね。じゃなくてもアパートでできればですねえー。31つのそのアパートの中にね。あの部屋数が10から20くらいまあ。これはかなり大きいですけれどもね。 あのー、10から20くらい、まあお、多い方がコストメリットが高まります。で、20とかっていうとね、大体ね、間取りがね、ワンルームだったり、1K だったりするわけですね。で、私のおすすめは、これ、ワンルーム、1K は、 これの利回りは高くなるんですけれども、やめてください。なんで高くなるんですかって考えたことありますかこれなんで 1K、1ルームの利回り高くなるんですかそれはの賃料がね、えー、割高だからなんですけれども、な,じゃあなんで割高になってるんですかねって、これ実は大挙が多いんです。ね、1ルームってまあイメージ16平米から25平米くらいですかね。で、1ルームと 1K の違いっていうのはあの、 台所エリア、まあ、玄関入ったらね、台所って言って仕切られていて、そしてもう一部屋あると 1K になります。じゃなくて、ワンルームっていうのは、もうそれがもう台所のようなものと、その部屋が一緒になってくっついちゃっている、仕切りがないようなものをワンルームって言いますけれども、これはまあどっちでもね、まあ、あの最近の入居者から見たら、あの最安値でしょうがないなーっ,てって入ってるんですけども、大体ね、1、年も住んでたら、その彼女ができたりして、こういう。 そこに今、連れ込んでやって、その一緒に住んでたりする場合もありますけれども、まあ、ほとんどね、難しいので、大体いい、じゃあ、2DK 行こうかってなります。2DK っていうのはね、2つ、に2個部屋があって、まあ、DK なんで、あのダイニング、まあ、お食事するところが別にあって、まあ、キッチンもありますよみたいな、まあ、そんな感じなんですけどども、大、ま、体、あまあ、パッと見まあ3、3部屋みたいな、そんな感じですよね。で、それがさらにグレードアップすれば 3DK。 えー、3つ部屋があった上でダイニングキッチンがあるみたいな、ね、感じになりますけれども、これ何が違うのかっていうと、やっぱ広さは違いますよね。それは広さは広い方がいいんですけど、広ければ広いほど、まあ、あの賃料はその <coughs> 比例して高くなるかちょっと、だんだん比例しなくて、まあ、高くなってくるんですけど、比例しなくなってくるわけですね。で、えー、じゃあ引っ越しをするっていうのことはどういうことなのかっていうと、もうその契約が1回 破棄されるってことなんですねそうすると、新しい方を入れるために、また壁紙を全部取っ替えたり、えー、まああの募集をかけたり、ね、募集をかけるときにまた広告料とか言って、何ヶ月分も、ね、オーナーが支出をすることになりますので、ね、そういうのを抑えて、つまり一番、ね、いいのは、ずっと長く同じ人に住んでいただくことなんですよ、つまり気に入っていただくことなんですね。 そのためには、その物件の,、まあ、あの防音性とか、その風がスースー入ってこないとかね、その辺が重要になってくるわけなんですけれども、ワンルーム 1K っていうのはですね、まあ、大体20平米、広くても35平米くらいですかね、えー、こういうとこっていうのはですね、もうその日、もうなんか隣のやつがもう気に入らない、ムカつくとかっていうと、すぐに引っ越しすることができちゃうわけです。軽トラック1個借りてこよーってってあの、軽トラック1個借りてって、その日のうち自分1人でね、えー、運び出して、そのままもう出ていくことも可能になると。 これがですね、2DK からになると何が起こるかっていうとですね。普段使わないものを置く部屋があるわけですね。また、あ、えばゴルフのド具だとか、マ、まあ、スキーのセットだとかですね。あのー、昔の思い出の品とか、どん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 たまっていくわけです。それが。 あるということはどういうことかっていうと、これ、引っ越しがしづらいってことなんですね。これ、あのじゃあ、ムかついた、引っ越し,してやるって思っても、あってこの荷物、あー自分一人じゃ持ち出せないし、あの業者にね、えー、引っ越し業者に頼むと結構高いから、まあいいかとか言って、まあ、もやもやしてるうちにまた引っ越ししなくていいかって言ってね、あの忘れてしまったり、もし彼女ができたりしても、もう1もう個部屋あるしね、こっちで2人で住めばいいしっていう、この自由度が高いわけですね。ということで、 3DK になると、これね、もう本当のもう子供が生まれましたみたいな感じであのなるんですけれども、2DK でいいと思います。1K、1R だとねあの、本当にすぐ出ていってしまいますので、その出ていくとね、コストが高くなって、そのコストを、えー、見合わせるために、えー、賃料自体を高くしないとあの割り合わないんですね。だから利回りが高くなるんですけど、これは私はあの、はお勧めしておりません。その方がの、ね、あの住んでいらっしゃる方の、この、 幸せなその日常という観点からもです、ね、実はワンルーム、ワ、え、ン、ー、っというのはです、ねあの、案外、満足度が低いわけですね。でしかも、その物件というのは、かなりあちこちにあふれているわけです。つまりレアじゃないわけですね。いっぱいあるわけです。競争相手はいっぱいあるわけです。その同じような部屋が、ワ、ね、ンっというのは。なので、2DK、えー、2DK で,でいろんな家具を置いていただいて、その方の幸せな生活をサポートすると。 うん、そういった、えー、私は 2DK、3DK が、ね、おすすめしています。そうすると一度入ったらです、ね、なかなか出ていかないんですねあの。人間やっぱりめんどくさい生き物ですから、から出ていくか出てない,いかないかは、ね、これ一つ決まります。荷物の量で決まります。荷物の量で決まります。なので、荷物の、ね、もういらない荷物を置ける部屋を準備してあげてください。そうすると、ね、ずっとそこに住んでい,ていただいてあの、それが一番。 あの、自分の時間も使わないし、その管理会社の時間も使わないですしね。あの幸せに住んでいただく方法になっておりますので、ま 2dk3dk をお勧めしています。そしてそれがですね。あの全く同じ間取りじゃなくてもいいんですよ、えー、10部屋くらいあると望ましいですね。これ何でかって言うとこう。例えば wi-fi 無料のね。 仕込みをこう一発入れても、それが二十部屋あったら、二十部屋、二十倍になって、リターンが返ってくるわけですね。だから、投資効率がすごい良くなるわけです。これが、例えば、二部屋とか三部屋しかなかったりすると、その Wi－Fi 無料のやつ。ボーンって入れてもその、そのお金がかかったのを、その三部屋で割らなきゃいけなくなるので、一部屋あたりのこの投資額っていうのは高くなっていくわけですね。 それとか、同じような例えばあのカードキーをつけるときにこう3部屋のためにやるのと20部屋のためにやるのだったら20部屋のためにやった方がこうが効率がいいわけですよ。とはいってもね、あの20部屋の物件じゃないとダメだめだっていうわけじゃなくて、これはあの自分の,あのまあ金銭的な状況によりますし、まあ、えまあ3000万円とかから始めるのであれば、まあ、あの多くても6部屋とかですね4部屋とかっていうふうな、そんな物件になるのかもしれません。 それ状況によりますけれども、えー、ということで,です、ね、す値が湧くば、そうですね、大都市から1、2時間くらいのところにある、非常に割安な、割安とは一体何か、その物件本来の稼ぐ価値に対して、買い値が低いってことですね。で、低くなるってことです。低くなるってことはどういうことかっていうと、人気がないってことなんですね。みんなが欲しい物件は低くなりませんよね。 あこの人しか売る人いないわーって言うからその低い値段でも売り主の方は売ってくださるわけなので,、えー、でその安く買える、ね、自分が5年後に売る値段よりも安く買えるような金額で手に入るのは大都市からこう1時間から2時間くらいのところですよとで、えー、区分マンションは絶対やめてくださいまあ絶対っていうかねそれが欲しいんであればいいんですけれども、えー、弱者が勝つつまりあのー 自分の力、自分の代わりに稼ぐ、えー、ものを買うという観点からいうとこれはもう集合住宅、アパートしかありません。RC の、あのー、マンションでもいいかもしれませんけど、ね、そこはの自分でいろいろリスクをやって、あの検討してねあの、これで勝てるっていうんだったらぜひやってください。でもまあ、のまずは自分でなんとかなるようなですね木造、もしくはの鉄骨のアパート、2階建て以下。 のののもかからスタートすするのがいいいいんじゃないかと思いますその中でもですね、間取りは 2DK、3DK のものが選べればベストですね。1K のものでもね、ダメだというわけではないんですけども、やっぱりあの退去のリスクっていうのはかなり大きいので、その利回りを下げていく、えー、一つの大きな要因になっていきます。なんでかというと、退去のたびにね、支質がパカッパカッと出ていきますんでね。えー、それでいて部屋数は まあね、あのどうしようもなければ、まあ、4部屋の物件から始めてもいいかもしれませんけど、4部屋以下の物件というのはお,す,おす,すめしません、2部屋だけの物件とかね、あのまあ、最低でも4部屋くらいですかね、そこからまあ6部屋、8部屋なんていうのもありますけれども、まあそれまあ、10部屋くらいのものから考えるとまあいいかもしれません、それで20部屋で1億円なんていう物件をまあ0 0 8万で手に入れることができたらね、リマルに計算してください、これ自分でやってくださいよ。 自分で計算して自分で確信が持ってたもの以外は使い物になりません。ということで、あのそういう計算をして20部屋くらいであればねコストメリットがかなり良くなってきますので、そういうような物件っていうのをまあ選んでねやっていくといいんじゃないでしょうか。というのが今回の鬼まむし流の不動産の物件の探し方、エリア、えー、物件間取り、部屋数、いかがでしたか。はい、それでは、えー、自分のね人生に最高に合う 相棒となる物件を探すもう愛着のねもう好き好きっていうようなそういう物件を物件に恋しながらもそのあ あ,とあの物件取られてしまったものを買っときゃよかったじゃなくてですね、まあそのあ、物件なんかいくらでもありますからね、えー、物件をこうこう好き好きってやりながらもあの好き、好きになりすぎないようにしながら、もう何でもありますからね、すべての物件が勝ている物件です。すべての物件にこの物件はこのいくらなら勝てるという値段が定義できるわけです。その値段を見極めながらやっていく。そのためには物件を愛していろんな物件を見ていかなきゃいけませんね。ということで、宿題1。 宿題1をまたもう1回やってください。もう1回やってください。ね、何回も何回もやるんですよ、宿題1を。そして、エクセルの表にどんどん追加していってくださいで。そのラインナップの資質が上がっているのか下がっているのか、それが自分で分かるようになってきたら、えー、あこうだんだん力をついてきてるんだなというのが分かると思います。はい、それでは今日のレッスンはここまでです。